はい、こんにちは、プーです。今日は、ワールド・オブ・タンクスやっていきたいと思います。もう、さすがにね、このゲーム知らないって人はあんまりないと思いますけど、一応説明しておくと、基本プレイ無料の15対15、戦車を使って戦うゲームでして、もう、かれこれ10年以上サービスしていて、世界で1億6000万人以上の人がね、遊んでるって言われています。で、このゲームはフリートゥープレイ、フリートゥーウィンっていう感じで、まあ、課金しないで、課金せずともプレイヤースキルで純粋に戦うことができるっていうのがかなり魅力的で面白いゲームです。はい。そして今回、現在新規プレイヤーへの特典が盛りだくさん。ということで、概要欄にあるリンクからコード使用して登録、そしてダウンロードをしていただきますと、まず、プレミアム戦車、クロムウェル B、イギリスのティア6の中戦車、そして3つのレンタルプレミアム戦車、タイガー131、T78、64式、そしてさらに25万クレジット。25万。で、7日間の WOT プレミアムアカウントを含む豪華初心者特典を手に入れることができるということなので、ぜひ概要欄にあるリンクからコードを使用して登録、ダウンロードよろしくお願いします。で、これ PC の方だけじゃなくて、コンソール版 PS4、PS5 とか Xbox とか、あとはモバイル版、スマホでもできるっていうことなので、ぜひこの大量の特典をね、逃さないように概要欄からね、ダウンロードして皆さんもこの機会にゲームを始めていただきたいと思います。はい。で、今回の動画の本題になってるんですけど、今現在、ワールド・オブ・タンクスの大会が超絶熱いっていうことでして、e スポーツイベントが前から開催されていて、例えば、アンズのプレミアリーグ、オーストラリアかな、が3月の31から5月の27まで開催で、アンズ B リーグから勝ち上がった6チームが2万5000オーストラリアドルを目指して戦って、決勝戦は、5月の27日にフォートレスシドニーで開催とかっていう感じで、まあオフラインで大会やってたりとか、あともちろん日本のプレミアリーグもあって、3月31から5月20まで開催。日本セカンドリーグを勝ち抜いた6チームが出場賞金150万円を目指して戦って、2022年決勝戦は5月20日に東京 LFS e スポーツアリーナ池袋で開催されたり、っていう感じでね、ワールド・オブ・タンクスの大会シーンが今結構熱いっていうことらしいです。で、まあ僕もね、結構長い間大会シーンでゲームやってきたので、まあなんとなくわかるんですけど、この大会に出るっていう一つの目標を持つだけで、日常的にやってるゲームがかなり熱が入るっていうかね、こう一つのモチベーション、ゲームをやるモチベーションになるから、まあぜひこの動画を視聴してくれてる方々にはね、ぜひ実際に大会に出てみてね、大会って面白いんだなっていうのを体感してもらいたいですね。で、この大会何がいいってね、これ決勝がオフラインでやってるのがいいんですよね、これ。で、このオフラインでやるっていうのが、こう、オンライン、家でパソコンの前に座ってゲーム実際にやってるのと、こう、会場っていう全くいつもとは違う環境でゲームをやるのって、本当に別の世界っていうかね、全く違う感覚になるんで、でもこれが本当にね、楽しんでね、ぜひ一度でいいからね、みんなにオフライン大会っていうのにね、体験してみてほしいなっていう感じですね。俺も最近もう何年もオフラインで大会っていうの出てないからね、またゼロから挑戦したいなっていうのは最近感じてるところですね。よーし、やっていきますか。通常戦。敵の陣地取るか、敵の攻撃戦。今回の車両が M44 自走砲ってやつですね。後ろの方から味方のカバーというか、まあ狙撃、スナイパー的役割。このね、自走砲でしかできないこの視点。これで敵を狙ってね、戦うのが楽しい。この辺隠れたんじゃね？どうだろう。ダメージ出たかな？まあ、リロードがね、遅かったりとか、体力がめちゃめちゃ少なかったりとか、いろいろ難しいところではあるんですけど、この戦い方が、個人的には、性に合ってるというかね、好きなんで。さあ、どこ行った？ああ、こっち側も来てるね。
お金になってて寝られるのが安いな。あとは、ここ狙えそう。お前狙えるか。狙いを絞って絞って絞って。あ、ちょっしとい外れな。た。次は当てろよ。20秒近くかかる。いいぞ、そこにいろ。ちょっと見えなくなっちゃったな。あ、見えた。ナイス。派手に貫通したぞ。痛いだろ。あ、動かないでー。まあ、当たってはいい。当たってスパンも入ってる。味方の自走。おいた。こいつこいつ。あとちょっとなんだよ。ナイス。味方の横やりとなった。これはナイス。近いところいない。あ、でもこれは遮蔽がちょっと。こっちは？狙えるぞ。狙える。 650m はあるけど着弾がちょっと遅いから、いいとこを狙いたい。いいいいいい、これはいい位置。味方との連携も最高。遺体が壊れてるうちにもう一発。あ、治った。3秒。あれ、手前だった。くそ、68残ってる。でもスタンは入ってる。そうやってくれ。俺は次を狙う。どうやった方がいいかな。どこで言う。まあ、今下から深めに狙って。あー、深すぎた。むずい。微調整が難しい。あー、ナイス幅。あざーす。次はこちらでーす。自走砲もね、なんか下の方から飛んできてるんだよね。多分、集中砲か。あ、こいつまだここにいるんだ。こっちね、こっちに狙っちゃいたいな。さあさあさあ、数では圧倒的有利。なんか味方が、どこから狙われた？下の方、こいつかな。ずっとここに陣取ってるからダメージ削ってあげたい。いけ。でもずれた。やっぱりもっと狙い絞らないとダメか。動いちゃおう。これも数的な有利も取れてるから大胆。ここの敵倒してる。こっちがいっぱい。見つけたー。これやりたいんじゃね？だよね。
すごいスピード。ああ、すごいすごいすごい。味方のパワープレイが的確すぎる。どう？あ、もっとここら辺にもね、他の自走砲とかが隠れてんじゃないですか。あの味方のこの子が今探しに行ってくれた。どこだ？これか。はいはい、いた、見つけた。ああ早い。ノーこれは味方が強かったな。勝利。で、今回の特典でもらえる戦車を紹介していくと、まずがプレミアムのイギリス TR6 中戦車、クロムウェル B。これは狙撃型の中戦車っていうやつで、まあこんな感じの見た目ですね。これね、結構使い勝手が良くて、スピードも出るし、ダメージも出るし、小回りも効くしで、なんか、本当に万能型で使いやすかったですね。で、次が3つのレンタルプレミアム戦車。これがまずタイガー131 TR6 の戦車。突破型の重戦車。めちゃめちゃごつい。で、次に T78。これも TR6 の狙撃型の駆逐戦車。これはちょっとまた違ったアメリカの戦車。で、最後に T64 式の戦車。これは万能型の軽戦車。軽いやつですね。スピードが出たり、戦いやすいやつ。っていうタンクが4種類と、あとは WOT のプレミアムアカウントと25万のクレジットがゲットできるっていう感じになってます。